おはようございます。今日はパンとバナナです。次男も食べるようになったんでたくさんいりますよね。まず次男のパンをスティック状にして、あとはバナナを切ります。このまま焼きます。焼いてる間にちょっとリンゴを切ります。シナモンを振ります。シナモンたっぷり。子供はシナモンなしで、蜂蜜、完成。完成。お昼は余ったお餅と、あとお家にあるお野菜、今うちは小松菜、ネギ、しめじ、家にあるお野菜何でもで、甘辛いお餅のフライパン一つでできる簡単な炒め物を作っていきます。このネギの緑の部分は夜ご飯に使います。もうね、仕込みお昼食べたらやっていくので、後ですぐ使います。ではネギまだ洗ってないので洗います。2本ぐらいかな。と小松菜もね、こんなにいらないので、どれぐらいかな。なんか端切っても汚れてたりするので、一回端切ってもさ洗います。はい、まあ、フライパンに入るだけお野菜は適量入れたいと思います。じゃあまずお野菜を食べやすい大きさに切って、ネギも適当に食べやすい大きさに切りました。しめじはこんなに使わないかな。そしてお餅は2等分に切ります。はい、2等分に切ります。フライパンを温めて、お餅をくっつかないように離して焼いていきます。小松菜の茎の部分を入れて焼きます。この間にタレを作ります。タレは甘辛にしたいので、お砂糖小さじ1とみりん大さじ1、お醤油大さじ1でいいかなと思います。お砂糖を溶かして、そしたらお餅はどうかな。こんな感じで、はじめはひっくり返す感じでお餅をしっかり焼きます。ネギと、ちょっと刺してお餅に火が通っていたら他の材料も入れます。葉っぱとしめじと、お餅同士がひっつかないように気をつけながら、し
しめじに火が通れば火を一度止めて先ほど作ったタレを絡めます。火を止めたけど結構強かったあーいい香り。このタレにお餅やお野菜を絡めて、はい、こちらで出来上がりです。お餅とお野菜を、はい、残ったお餅を使ったフライパン一つでできる簡単なお昼ご飯ができました。ねえママ、誰に言ってんのはい、お昼ご飯とっても美味しかったです。お昼ご飯が終わったら今日夜ご飯は角煮にするのですぐに仕込みをしておきます。こちらハッキントン、こちらの豚バラ肉を使って角煮を作ります。生姜だけ切っていきます。角煮は軽く洗ってお水に入れて、で臭みを取るために先ほどのおネギとあと生姜を入れます。ちょっとお水だけ。はい、お水を多めにしてこれで火にかけます。お湯が沸いたら弱火にして蓋をして30分。はい、ちょっと大きいのでひっくり返しました。こんな感じでお湯が沸いたら弱火にします。で、出たアクを取ります。生姜のいい香り。そしたら弱火で蓋をして30分です。なんかいろんな方法ありますよね。初めに焼く方とかもいらっしゃると思うんですけど、私は初めに焼くと硬くなるなって感じていて、なので蓋して弱火で30分油抜きして、そっから火を消してまた30分放置で、ゆっくり中まで火を通した方が柔らかくなる気がします。あとこう初めにカットする方とかもいらっしゃると思うんですけど、いろんなやり方があるのかなと思うんですけど、初めにカットしてもこう私的にはお肉が縮むし硬くなりやすい感じがするので、丸ごとこういう感じでやってます。30分経ったら火を止めてあと30分です。なんかね、角煮ってこういう作業がちょっとめんどくさそうなんですけど、基本ほっとくだけだし、やることは簡単なので夜楽になりますよね、仕込んでおけば。はい、弱火で30分経ったので火を止めます。このまま30分ぐらい放置します。余熱でゆっくり中まで火を通します。最近おうち時間が長いと思うので、おうち時間にゆっくり作るのもいいですよね。はい、まだあったかい湯気が出てる。30分ちょっと、40分ぐらい置きました。そしたら横に取り出して食べやすい大きさに切っていきます。もうね、包丁入れててめちゃくちゃ柔らかいのが分かります。はい、こんな感じでプリプリです。ストーブの中に、ストーブじゃなくてもいいんですけど、ストーブの方が中に火が早く入るので硬くなりにくいかな。お肉を全部入れて、あとは一緒に入れてたネギと生姜も入れます。あと大根も一緒に煮ます。なので大根切っていこう。そしたら醤油を大さじ、ちょっと濃いめに4、お醤油大さじ4と、あとは蜂蜜で甘さをつけます。醤油と同じ火だけ入れます。醤油が大さじ4なので、蜂蜜っていうか甘味料大さじ4、蜂蜜を大さじ3にして、で残り砂糖を大さじ1にします。この蜂蜜がね、また豚肉を柔らかくしてくれます。そして何でもちょっと入れてたら美味しいんですよね。白だし大さじ1かな。あとはお塩少々。こちらで蓋をして、で
湯気が出るまで中火、湯気が出てきたら弱火にして30分ぐらい煮ます。はい、グツグツと出てきたので弱火にします。そしたらもう包丁使いたくないので切る野菜だけ切っちゃいます。白菜、角煮がこってりなので白菜のサラダにしようと思います。今白菜ね、葉物がお安いのでありがたいですよね。あ、ピント合ってなかった、悲しい。はい、白菜をボウルに入れて、そしたらお昼余ったお野菜、ネギとしめじのお味噌汁にします。これも火入れとこうかな。横もね、火を使っているのでこちらも弱火でゆっくり出汁を取っていきたいと思います。15分ぐらい一度混ぜます。30分って言いましたけど30分で出来上がってるけど全然もっと煮込んでもホロホロで美味しいと思います。上に乗ってた大根も味がつくように、もうね大根も火は通ってますね。あとは15分ぐらい弱火で煮詰めて、で火を消して置いとくだけ。そしてこちらも出汁が出たのでお味噌汁の具を入れておきます。結局40分ぐらい煮ました。これで一度火を止めてもう夜まで置いておきます。これが冷めていく過程で味がギュッと入ると思います。そして食べる前に蓋を外して火を入れます。20分ぐらいかな。はい、夜になりました。このまま開けて弱火でまた20分ぐらい煮ます。はい、いい感じにトロトロになってきました。そしたらお味噌汁の方にも火をつけてお味噌を溶かしていきます。この白菜のサラダには鰹節を入れようと思ってたんですけど、鰹節がまさかの切らしていて、このソフト昆布を入れようと思います。あとはかけポンをかけて混ぜます。ちょっとボウルが小さかったんですがしっかり混ぜて、で上にしらすを乗せてサラダ完成。ご飯はね昨日の残りがあって炊きたてではないんです。今おひつのままレンジでチンしました。はい、こんな感じでトロトロに仕上がりました。わかるかな。はい、今回はシンプルなご飯です。この角煮がホロホロですごく美味しいです。こんな感じで箸で切れるほどホロホロです。